皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。今日はですね、今すごく困っていることをお伝えしたいと思うんですが、Google が出している Google トレンドの中にある急上昇ワードっていうものが、おそらく1ヶ月ぐらい前からですね、パソコンでアクセスすると動かなくなってスマホだけになってしまったんですね。今日その現象を本当かどうかですね、実際に試していきたいと思います。ではですね、まず早速ですけど Google をですね、出して始めていきたいと思うんですけど、Google ね、Google のホームページからいきますね。まずこちらからご覧ください。はい、出ますでしょうかね。よいしょ。はい、こちらご覧ください。はい、今から表示されますよ。はい、Google が出たと思うんですけど、ここの中でですね、ちょっと実際に、検索してみたいと思うんですが、なかなかこれがずれないな。まあいいや。はい、ここのとこでですね、Google トレンド、まず Google トレンドを、出してみたいと思うんですが、 Google トレンドで検索しますと、Google トレンドの当然検索結果が出るわけですが、ここの中の、まずね、ちょっと大丈夫な方、この一番上の Google トレンドは大丈夫なんですね。でこの下の急上昇ワードがダメなんですが、この Google トレンドの方をまず先に見てみたいと思うんですが、こちらをクリックしてみます。1位の方ですね。これは Google トレンドっていうツールのトップページにあたるもので、これはちゃんと表示されるんですね。ところが、急上昇ワードっていうところに進むと動かないということになっています。まずね、こんな感じで最新トレンドとかですね、2014のチャートとかですね、急上昇ワードとかっていうのが出てきてるわけなんですけど、ここの中のですね、急上昇ワード、もしくは最新のトレンドみたいなところに進んでいくわけなんですが、ここのですね、どこからいけるのかな、この辺、キーワードって書いてるとか、この辺をちょっとクリックしてみますね。あ、急上昇ワードの方が分かりやすいのかな。急上昇ワードで言ってますか。はい、ここの急上昇ワードっていうところを、クリックしてみますと、今くるくる回ってですね、急上昇ワードのページに、飛ぼうとしています。ところがですね、これですね、表示されないんですよ。こんな感じで何も出ないんですね。出ますか？で、これね、ここまで出て、こうくるくる回るのまで出るんだけど、この先ね、何も出ないんですね。出ますかね。これ急上昇ワードね、こんな感じで出るんですけど、これの、最近のトレンドの方ですね、これをちょっと戻りましてですね、これ今トップチャートっていう方を見たので、トップチャートは出るんですね。このこっちじゃなくて、急上昇ワードじゃなくて、こっちの方ですね、最近のトレンドっていう方が出ないのかな。じゃあもうですね、僕の場合、このリンクをコピーして、ブックマーク入れてるので、ダイレクトで行くので、ダメなんでしょうかね。このキーワード、最新トレンドのキーワードっていう方がダメなんでしょうかね。こっちにちょっと進んでますね。めちゃくちゃ重たいんですけど、ページ自体がですね、こんなに重たかったかなって気がするんですが、とにかく開かないんですね。で、ここですね。はい。押してみたいと思います。はい、キーワードってところですね。で、ちょっとね、これ、くるくる回ってですね、出ますかね。出たりしてね。あ、そうそう、ここです。URL 的には、google.co.jp/trends/hottrends っていうページが、これが開かないんですよ。見てください。これが出てですね、ずっとね、くる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 回ってるんですけど、ここからですね、表示されないんですね。で、そうなんかなと思ってですね、今度、こっち側の方でね、スマホの方で行ってみたいと思うんですけど、ちょっと音声検索で行ってますね。Google トレンド。はい、Google トレンドの、検索結果が今表されました。ここの中の、Google トレンドのホームページ、ほらね、こんな感じで応答しませんっていうページが出るんですね。
で、こちら、ちょっとじゃあもうダメだということで諦めて、ちょっとこのままですね、ほっといて、画面を切り替えたいと思うんですけど、切り替わりますかね。こっち側の方、こっち側の方でも、こんな感じですね。こんな感じで、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。表示されてるわけなんですが、ここの中の、同じですね、最新トレンドのキーワードっていうところに、進んでみます。これをタップしてみると、こんな感じで急上昇ワード検索ということで、ちゃんとね、表示されるんですよ、ね。こうやって表示されるんですけど、なぜか、パソコンで同じページにアクセスすると、こんな感じですね。表示されないということが起きています。ここはですね、いろんな、急上昇ワードのキーワードの検索数とかも分かって、すごくね、便利なツールですので、ぜひね、Google さんの方に、早くね、改善していただきたいなと思うんですが、現状では、使えない状態になっています。ということで、一応ですね、保存のために、こういう状態になっているよということを皆さんにお見せしました。ネットビスアナリスト横田修林でした。まあ、どうしても使いたい場合はね、スマホから見るしかないですね。ネットビスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。